盲点。盲点、盲点とは、脊椎動物の目の構造上、生理的に存在する暗点、見えない部分の一つ。生理的な暗点なので、生理的暗点とも言う。また、フランスの物理学者エドム・マリオットにより発見されたため、マリオット暗点、マリオット盲点、マリオット盲犯とも言う。盲点に相当する盲膜上の部位は視神経円盤。 または視神経乳頭と呼ばれる。視覚における欠損としての盲点は、フランスの物理学者、植物学者であり、修道院長でもあったエドム・マリオットが1660年に発見し、4巻からなるの第2巻で発表したことから、マリオット暗点とも呼ばれる。マリオットは、フランス科学アカデミーの初代メンバー22人の一人でも、 紀元前280年頃、解剖学の創始者の一人であった、アレキサンドリアのヘロフィロスによって、すでに網膜の構造は記載されていた。網膜という用語も彼が作ったものである。網膜の発見から機能について解明が進むまで、2000年近くを要したことになる。上手において、右目を閉じ左目だけで印を見てほしい。そのまま図に向かって顔を近づけていくと、 図と目の距離がある一定の値に達したとき印が見えなくなる。これは印から出た光が左目の盲点に投影しているため視覚情報が入手できないからだ。視覚情報は目の裏側の光受容体で捉えた光を電気信号に変換指導で処理して得られるが、光受容体は均一に存在するわけではなく中央部に多く終焉部になるほど少なくなり、 全く存在しない部分もある。この光需要体が存在しないために、電気信号が得られない部分を盲点といい、人の視界には左右の目合わせて2箇所の盲点がある。脊椎動物の盲膜は前方、光が入ってくる側に、血管網、ついで神経繊維のネットワークとがあり、視神経は光を感じる細胞層を貫いて、眼球の外に出て脳へと導かれるので、 盲点の存在は、ある程度までは、やむを得ない、構造上の問題である。視神経と盲膜が、このような位置にあるのは、脊椎動物の発生において、眼球が肝脳に由来するからである。まず肝脳の一部が眼膀として、太表側の方向に伸びていく。その後、眼膀に接した太表の細胞が水晶体盤に、分化する。 次に水晶体をくるみ込むように肝脳の一部が内部に脳質を挟んで、この字型に変形する。最後に脳質が消失し、この字の前方が視神経へ、後方が網膜へと分化していくからである。目の発生過程が異なり、光を感じる細胞層が、脊椎動物とは逆に、最前面にある軟体動物の頭足類、イカやこの仲間では、盲点は存在しない。 脊椎動物の視神経が眼球から出ていく部位は角眼球の鼻側になり、網膜には外界の像が反転して映る、突レンズの実像ので、網点は両目の耳側に来る。それは上の手順を左右逆転させ、右目で左の点を見ると確かめることができるであろう。網点すなわち神経乳頭は通常も中央部が凹んでいる、感を。 この肝臓部が何らかの原因により拡大する視神経入頭肝臓拡大と同時に視野の狭窄などの緑内障の症状を予定する。これは神経入頭を通過している網膜神経節細胞自体の死滅による減少の影響と考えられている。対象療法としてこれ以上の病状の進行を遅らせる目的で眼圧を測定して高ければ投薬などで下げるといった。 治療が行われる。しかし、眼圧が正常であっても、このような症状を訴える患者が多いことが判明していることから、原因としては、乳頭部の構造の脆弱性にあると考えられている。根元治療としての視神経の再生医療はまだ、研究段階であり、これまでのところ症状を改善する医学的手段がないため、定期的な検診と早めの対処が肝要である。盲点は、 網膜の中央に位置する中心下から鼻側に約15度ずれている。四角にして約5度で長軸が垂直方向にある円に近い楕円形の形状をしている。5度とは1メートル離れたところにある直径8センチメートルの円に相当する。これほどの四角情報が欠落しているにもかかわらず、先ほどの実験のような人工的な環境下でなければ、 盲点の存在が意識に上ることはない。これは、と呼ばれる過程によって、盲点に対応する視野領域の情報が、盲点周辺の情報によって保管されているためである、外部リンクも参照。対象物を見る動作を行うと、目は解像度の高い中心下をあちこちに移動させ、像を補正するためのサンプルを収集する。この動きを、サッケー度と呼び、 最大で1秒に5回という速度で行われる。作形度が行われている間、脳への視覚信号の流入は停止されるが、通常それを意識することはない。脳は集めたサンプルを使って途切れることのない鮮明な視覚を構成する。本来の意味から転じて、気づいて、当然だったのに見落としていた物事を意味する。よって2つの意味があり、使い分けが必要となる。なお、 この用法について、視覚障害者が差別的に感じる可能性がある言葉と指摘されることもあるが、目の障害の有無にかかわらず誰にでも盲点が存在するため、視覚障害とは無関係の言葉である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。